です。皆さんは夜になるとこの知恵の木に幸せの鐘が鳴り響くという伝説を知っていますか？幸せの鐘は光の要塞が皆さんの夢や願いが叶うようにと鳴らしてくれるんです。この知恵の木は皆さんの優しさや思いやりの心を感じるとキラキラ光り輝きます。知恵の木の輝きは皆さんの心の輝きです。その輝きに導かれて光の妖精がきっとやってきます。みんなで心をキラキラさせてこの知恵の木を輝かせましょう。大好きな人や大切な人のことを思って一緒に強ければ強いほどいっぱい鐘を鳴らしてくれます。さあ妖精さんに鐘を鳴らしてもらいましょう。本当に叶えたい夢や願いを強く強く思って。